フォートレス江戸川第46回大江戸賞シリーズ5日目の戦いはいよいよここから準優勝戦に入ります。第11レース対戦メンバーです。1号艇渡辺武郎、2号艇福来剛、3号艇森作雄太、4号艇中野次郎、5号艇小林康、6号艇渡辺豊、以上6選手です。引戦1号艇渡辺武郎、出足回り足を中心に船足の仕上がりは良好、2位で予選を通過しています。2コース2号艇福来剛、昨日ワイン速攻で現在連勝中です。3コース3号艇森作雄太、今節は初日連勝で勢いに乗りました。船を引いていく4コース角市4号艇中野次郎、江戸川今節は1年半ぶりの参戦ですがさすがのさばきを見せています。5コース5号艇小林康、大外6コース6号艇渡辺豊です。現在南西の風が8メートル、川の流れ上げ潮50センチ、ホーム側強めの追い風追い潮コンディションが続いています。人気は1号艇渡辺武郎から2号艇福来、4号艇中野へと集まりました。第11レース1つ目の準優勝戦、進入地から1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー成功スタート、2コース2号艇福来トップスタートを切っています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇渡辺武郎、まくる3号艇森作、差しを狙って2号艇福来、2番差し4号艇中野、外を攻める5号艇小林でバックスレッジです。先頭を仕切った1号艇渡辺武郎、2番手争い焦点、インコース2号艇福来、アウトコース3号艇森作、内内からは4号艇中野が追走、スタートは前提正常です。一周2マーク焦点2番手争い、最内から4号艇中野が先行していきます。差しを狙って鋭く2号艇の福来でホームへ取り返しています。2番手は2号艇福来競り勝っています。3番手に4号艇中野、上位体系は1番2番4番、人気の3人抜け出しました。2手進行方5号艇小林、6号艇渡辺豊、最後方3号艇森作、2周1マークです。トップで1号艇渡辺武郎、2番手2号艇福来、3番手4号艇中野、バックストレッチへと抜け出しています。体勢は変わらず1番2番4番、上位の3人抜け出しています。先頭2番手の定冠4定進、2、3番手の定冠3定進です。2周2マーク、トップで1号艇渡辺武郎が人気に応えて旋回、2番手2号艇福来、3番手ですが内側から6号艇の渡辺豊がアタック、外から4号艇中野でホームへ取り返しています。3番手争いへと持ち込むか、内側から6号艇渡辺豊ですが4号艇の中野が一定進優勢、4番6番競り合っています。3周1マーク、1番2番と旋回しまして、焦点3番手争いは6号艇の渡辺豊、5号艇小林を回しての差しとなりました。4号艇中野は少し遅れを取りまして3番手に6号艇渡辺豊が上がっています。上位の体型は1番2番6番と変わっています。3艇進行方4番手4号艇中野が追走で最終コーナーです。トップで1号艇渡辺武郎旋回、2番手2号艇福来、3番手6号艇渡辺豊、差しハンドルが4号艇中野ですがここは届かない、まもなくゴールです。先頭1番渡辺武郎合輪、2番福来合輪、6番渡辺豊合輪、4番中野合輪、5番小林、3番森作合輪です。第11レース準優勝戦でした。フォートレース江戸川の第46回大江戸賞シリーズ5日目、先ほど準優11レースからは内枠の2人が優出、そして3着渡辺豊は不良候補焦点除外のため繰り上がって中野次郎が優出を決めています。続いては第12レース2つ目の準優勝戦です。対戦メンバーです。1号艇石渡哲平、2号艇西舘健、3号艇飯山康、4号艇前澤武史、5号艇久永翔平、6号艇藤田博隆、以上6選手です。引戦1号艇石渡哲平、オール2連隊さすがの走りで堂々シリーズリーダー、船足もバランス取れて万全です。2コース2号艇西舘健、回り足は良好、3コース3号艇飯山康、伸び足良好、昨日は5コースから果敢なまくり一撃でした。3艇船を引いて4コース角市4号艇前澤武史、5コース5号艇久永翔平、大外6コース6号艇藤田博隆です。
現在南西の風が7メートル、川の流れは月潮40センチ、ホーム側強めの追い風用意が続いています。人気はもちろん1号艇の石綿から3号艇飯山、4号艇前澤へと集まりました。第12レース2つ目の準優勝戦です。進入地から1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしていきました。6艇ほぼ横一線、綺麗に揃ったスリットラインとなっています。レースは1周1幕へと向かいます。逃げる1号艇の石綿をまくる3号艇飯山、差しを狙って2号艇の西舘、4号艇前澤でバックストレッチです。先頭は振り切りました1号艇の石綿が独走態勢、リードは4艇進です。2番手に4号艇の前澤、3番手は内側から6号艇の伏田が上がるか、2号艇の西舘、外に5番、3番と固まっています。スターター前提正常。一緒に巻くトップで1号艇石綿旋回、2番手4号艇前澤、3番手争いですが少し船がもつれています。内側から5号艇の久永が上がってきています。上位の体型は1番、4番、5番、3選手抜け出しまして2周回目です。4番手3号艇飯山、6号艇伏田、最後方に2号艇西舘、2周1マーク。トップで1号艇石綿旋回、2番手4号艇前澤、3番手5号艇久永でバックストレッチです。上位の体型は1番、4番、5番、先頭2番手の定冠5艇進、2、3番手の定冠は3艇進です。その後ろ4艇進後方4番手に3号艇飯山追走で2周の2マーク。トップで1号艇石綿が人気に応えて旋回、2番手4号艇前澤、3番手5号艇久永がホームへと折り返しています。上位体系は変わらず1番、4番、5番、3選手抜け出しまして大時計前を通過。レースは最終周回に入っています。インから危なげなく逃げ切りました1号艇の石綿鉄平、3周1マークの旋回から最後のバックストレッチへと先頭で抜け出しています。近況は3節連続で優勝、明日はポールポジションから前節の分もリベンジ優勝を果たしますか。2番手4号艇前澤武史、3番手5号艇久永翔平、その後ろは3番、6番、2番で最終コーナーです。トップで1号艇石綿旋回、2番手4号艇前澤、3番手5号艇久永がホームへ通り返していまして 1-4-5 まもなくゴールを迎えます。先頭1番石綿合輪、4番前澤合輪、5番久永合輪、3番飯山、6番伏田合輪、2番西舘合輪です。第12レース準優勝戦でした。